昨日ですね、友達テレビの本当の話でですね、香港の問題についてお話をいたしましたが、ちょっと時間が少し足りなかったのとですね、それから、音声がちょっと部屋がですね、少し音がこもる感じで少し聞きづらいということもありまして、今日ブログでですね、少し詳しくお話を したいと思いました。というのは現在テレビではですね、香港は、もう返還から26年経ったのかな、イギリスから香港が返還、中国に返還されて、それで50年間はですね、返還されたままの自由な体制でいくと、いうことを、当時の中国の指導者だった鄧小平がですね、認めて、それで香港返還になったと。しかしまだ26年、50年のちょうど半分ぐらいの26年しか経ってないのに、もう中国政府はですね、香港を共産主義化しようとしていると。それで、中国に あんまり良くないものについてはすぐ逮捕したりなんかするという、そういう、法律を通しましてね。で、アメリカとイギリスは非常に強く反発しておりまして、元の宗主国だったイギリスはですね、香港からの難民は全部引き受けるというようなことを言っておりますし、アメリカは議会で香港のに対する、中国共産党の措置をですね、非難して ある決議をしたり法律を通したりしております。それを受けてもちろん現在の日本はですね、日本人としてものを考えるっていうことはありませんので、アメリカとかイギリスがそう決めればですね、もうそれを金閣玉城のごとく守っていく、地球温暖化なんかもそうなんですが、そういうようなみすぼらしい国になってしまったんで、当然日本の識者もですね、香港は50年一国二制度でやるはずなのに、中国はそれをもう約束を破っているということで一斉に中国を非難しておりますが、私は少し見識が違う、見解が違うということを、昨日の本当のお話でお話をしたわけですね。つまりもともと香港というのは中国というのはまた難しいんですね。日本によりますと中国という国があったと思うんですけど、実は中国というのは国ではなくて、中国が国になったのは中華民国ぐらいからでしょうから、香港がイギリス領になったのは1842年 のアヘン戦争が終わった時の南京条約によるものですので、その当時は中国は清という、だから正しく言うと支那という地域、つまりこれはヨーロッパという地域に、イギリスがあるとかいう言い方と同じなんですが、支那という地域に清という国があったというのが正しい言い方なんですね。ですから中国という国があったわけじゃなくて、支那地方に清という王朝があったというのが正しいんですね。これを消すために、この印象を消すためにですね、中国という名前を改めて作って、そして、国であったというふうに、中国が主張しているというだけのことであります。で、この時のアヘン戦争がきっかけになったわけですが、アヘン戦争というのは、この地上で行われた戦争の中で最も醜悪な戦争の一つですね。大英帝国はその頃インドも領有しておりましたから、インドでアヘンを作らせて、それを船に乗せてですね、中国に持ってきて、中国でアヘンという麻薬を売ると、それですごい商売をしてたわけですね。イギリスがその頃の清国は銀を、金銀の銀ですが、銀をものすごく持ってたので、その銀をどんどんアヘンの代わりに銀を取り上げて中国、イギリスに運ぶっていう、こういうことをやってたわけですね。ところがやっぱりそれはいくら新王朝の皇帝がルーズだと言ってもですね、相当ルーズだったんですが、ルーズだと言ってもですね、やはり自国民が麻薬中毒になっていくのを良くないと思ってですね、イギリスにもう麻薬は持ってきてくれるなというふうに言うんですね。で、イギリスは何つったかと、麻薬を買わない、ふざけんじゃないと、もし麻薬を買わないんだったら大砲で攻撃するぞと、こう言ったと。清朝もですね、ルーズな国ではありましたが、それでもやっぱり独立国ですから、そんな冗談じゃないよって断ったと。
そしたらアメリカ、イギリスの軍艦がバーッと来てですね、で ほぼ海戦、海の戦いというか川の戦いというかそういうものだったんですが、大砲をバンバンと撃ってですね、当時清国の軍艦というのは軍艦と名ばかりの、帆でですね、帆船ですね、それでまあ兵隊はほとんど刀を持ってるというのは、まあそんな感じでしたから、たちまちに負けてですね、まあ本当に虐殺みたいなもんでしたよ。だって砲をかけた船の上に兵隊って言ったら刀を青龍刀を持っているのがいるわけですが、それに対して鉄の船で、砲弾を撃ち込むんですからね、まあただ死んでいくようなもんなわけです、兵隊がですね。でまあ虐殺みたいな戦争だったんですが、まあそれで清の皇帝は仕方なく降伏して、その時に南京条約っていうのが結ばれます。その南京条約で香港が、島ですね、島が、香港島がイギリスに割譲されたと、まあ、占領されたということで、まあ、それ以来、1841年から1996年かな、7年か、まあ、いずれにしても、香港がですね、155年の占領を経て、中国に返されました。中国共産党に返されたわけですね。それでその時に50年間は、現在の住民を守るために、まあ、共産党ではダメだから、要するに自由主義で生きてた人が突如ある日を境にして共産主義国になるということもできないので、まあ、50年間の余裕を見て、その間に少しずつ、香港が中国と同じような体制になってもいいよっていうことが、その、イギリスと中国の間で結ばれた条約だったんですね。でそれがまだ26年経たないのに香港を共産主義化するというのはおかしいんだっていうのが、まあ、日本の主な指揮者もしくはアメリカ、イギリスの論なんですね。まあ、世界中大体そうであります。もちろん私はですね、もう中国共産党も大嫌いというか、まあ非人間的だと思っておりますので、まあ、他の国ですからね、まあ中国に住む人が中国共産党を支持してるのはこれもしょうがないことで、まあ意見を聞かれれば私は共産主義は賛成できませんという立場でありまして、まあ、日本が民主主義であれば、まあ私は日本人だから、まあそれでいいんですが、まあそういうふうに思うんで、本当は中国が民主主義になってほしいんですけれども、それは他の国ですからね。ところでここでちょっと意見が分かれるんですね。私はですね、ダブルスタンダードってのは取らないんですよ。私がこれが正しいと思うこと、それはですね、相手がどんなに憎らしくても憎らしくなくても同じなんですね。僕は他国に対しては、他国はその国の中で決めるべきだという考えですから、香港のことは中国が決めたらいいというのがまず第一に私の考えなんですね。で、私は共産党がものすごくダメだと思いますが、中国の人が中国共産党を支持してるんであれば、まあ、それはそれで他の国ですから。ただ中国人が日本に来て中国共産党の指令を受けて勝手にわがままやってるというのは、それは日本の法律で禁止すればいいという考えですね。で日本はですね、ところでもう一個ものすごく大きな原理原則を持ってるんですよ。それはですね、人種差別反対という立場なんですね。これはですね、もう終始一貫してるんですよ。まあどのくらいからかっていうと、まあそういう人種差別という概念がなかったかもしれませんが、ポルトガルから宣教師がかなり日本に入ってきて、その後鉄砲が伝わり、キリスト教が伝わり、まあ、シババーの乱がありですね、それからキリスト教が全面禁止になり、江戸時代に、出島ができて、それで明治維新を迎えると。まあ、ずっと日本はですね、日本が独立し白人が優位であると、奴隷を作るとかそういうことはダメだという人種差別撤廃なんですね。でまあだけど日本は、まあ、力なかったですから、やっとやっと日露戦争に勝った後、第一次世界大戦で、まあ、戦勝国になってドイツに勝ってですね、そして、パリで開かれたベルサイユ会議に出ていきました。そしてベルサイユ会議に出てって、そこで
日本はですね、白人の中でただ1カ国だけ日本が有色人種で参加してたわけですが、人種差別撤廃条項というのを主張してですね、頑張ったわけですね。それ以来常に、第二次世界大戦、大東亜戦争でも、日本の基本的立場はですね、人種差別撤廃なんですね。ですから私はその立場を貫くべきだと思ってるんですよ。したがって、私はですね、この香港に関してはもともと中国領であると、それがアヘン戦争という極めて劣悪な戦争でイギリスの大砲にやられただけだから、だからまあイギリスを、言ってみれば中国がイギリスを騙してですね、香港を返還させて50年って言って騙して、いや実は翌年か5年ぐらい経ったら完全に中国領に入れちゃってしまったっていいと思うんですよね。だってですね、中国とイギリスの間の約束なんか意味がないですよ。だってなんで意味がないかって言ったら、何しろお前たち麻薬を吸えと、吸わなければ殺すぞというようなことを言ってですね、イギリスは香港を奪取したわけですからね。だからそれと共産主義に関する政治的意見をごっちゃにするというのは僕は反対なんですよ。中国憎けりゃ今朝まで憎いっていうんじゃなくて、やはり香港の問題は大きくはですね、500年にわたった白人の有色人種に対する非常にひどい、人種差別、それからの脱却であると、いうことをですね、ちゃんとはっきりと意識して考えなきゃいけないと思います。そういう点で現在の日本の指揮者はですね、歴史的なこともきちっと理解して、そのそこで正義を貫かないと、常にあっちを見たりこっちを見たりして是々非々で考えるような愚かな民族になってしまうのではないかと思います。